おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は平和を共に願い祈る礼拝ということで、語り部の お働きをしておられます伊藤さんの方から今日は、実際の平和の原爆のですね体験のお話を交えてお話しいただきましてありがとうございました。まあ、私の方からは短くお話をさせていただきたいと思いますしますが、もうすでに伊藤さんのお話の最後にもありましたことと、重なっている部分もありますけれども、短くお話をしたいと思います。敗戦から69年目の夏、被爆から69年目の夏、来年は70年という年になるわけですけれども、いまだに消えない、いまだになくならない、いまだに苦しめられているさまざまな事柄があるわけですね。先ほども伊藤さんのお話の中にありましたけれども、いまだに原爆の特に放射能ですね、もちろんその時に負われた傷などによりまして、20万人以上の方々が被爆者健康手帳を持っておられると。実際にはもっと多くの方がこの原爆の被害に遭われて今も70年経っても苦しんでおられるということですね。この核原子爆弾というか、この核のですね恐ろしさ、放射能の恐ろしさというものを、この70年という時間が実に明確に語っていると思うんですね。70年経っても放射能の苦しみはなくならないんだということですね。そしてこれも先ほどのお話にありましたけれども、未だに1万7000発以上の核弾頭がこの地上に存在しているという事実ですね。1万7000発もある。これが広島長崎を最後に使われていないということは、奇跡と言えるかもしれませんけれども、しかしまだこれがあるということですね。それからいまだにこの世界中には紛争が絶え間なく続いている、あるいは内戦と言われているものが続いている。この地図は、1989年から2007年の間にですね、国と国をまたいで、紛争が行われて少なくとも25人以上の方が亡くなった、そういう紛争を経験した国々が赤く塗られています。89の国が、紛争を抱えているということですね。日本は幸い赤くなっていないんですね。その実際にその国と国との紛争というものはありますけれども、そのことで、誰かが多くの方が亡くなったということがないわけですけれども、この赤く塗られたところは実際にこのそれこそ大きな戦火ではないけれども戦争が行われているということであります。日本がこの69年間直接戦争に参加しなかったということは、本当にこれは神様の憐れみ、奇跡としか言いようがないと思うんですね。もちろん間接的には日本は戦争や紛争に加担してきています。特に中東湾岸戦争やイラク戦争やアフガニスタンの戦争というか侵攻には日本も間接的に参加して、たまたまその直接の戦争をしなかったということですけれども間接的には参加してきています。で、
69年経って相変わらずのことですけれども、世界の軍事費は約180兆円、2013年ですね、昨年1年間の世界の軍事費は少し減ったそうですけれども、それでも180兆円ものお金が戦争のために使われています。日本の国家予算の約倍ですね、それが戦争のために使われている、使われ続けている。毎年200兆円近いお金が戦争のために使われ続けている。どうですかこの金額。世界の貧困や飢餓を助けるのに200兆円いらないんですよ、全然こんなにたくさんいらないんです。お互いに、殺し合うために200兆円近いお金が毎年使われているんですね。実に人間は愚かです。日本の軍事費も、日本の国家予算の中でこの防衛費という名前にはなっておりますけれども、約5兆円、がこのここ何年間もずっと使われています。日本は戦争は直接していませんけれども、日本の軍事費は世界の第8位なんです。結構な金額を使ってるんです。日本は戦争を直接しないだけで世界のベスト10に入ってるんです。それだけ日本も軍事的なことにお金を使っているということです。それから2010年の軍事産業トップ10の会社の 軍事的な兵器を作ったり、そういうことで儲けたお金は約25兆円だそうです。トップ10だけで25兆円ですから、すごい金額ですね。そのうち7社はアメリカなんですけどもね、25兆円。アメリカはその今はもうそうですけれども、この軍事産業がその国を支えているという側面があるので、戦争をするということと産業を維持するということが切り離せなくなっていて、それは本当に、心ある人たちにとっては心痛める状況が続いています。でも日本も実はこの今年4月にですね、大変恐ろしい変化が起こりました。安倍内閣によりまして、武器輸出新原則というものが作られて、それまで日本は兵器を直接輸出したり作ったりしないということにはなっていたんですけれども、この4月からはそれが大幅に緩和されました。その結果、もうすでに、戦闘機であるとか、あるいは他の武器のために使われる部品を日本から輸出するということが始まろうとしています。その一部は今パレスチナで、イスラエルとガザ地区のパレスチナの人たちが戦争しておりますけれども、そのために使われる可能性が非常に高いと言われています。だからパレスチナの戦争は遠いイスラエルの他人事ではなくて、実は私たちの国がその戦争を助長するための兵器を輸出しようとしているんです。そういうことは私たちはあんまり知らないですけれども、だから相変わらず世界は戦争に支配されているんです。でもこれはですね、そのもう誰にも止められないというか、誰にもコントロールできないんです。国連も大統領も首相も G7 も G8 も、もう誰がどうやって頑張ってもですね、もう無理なんですね。もう暴走してしまって、本当に誰一人、自分が戦争に行って死にたいとか、我が子が戦争で死んでほしいと思ってる人はいないんですけれども、でももうこういう構造になってしまって、まあ、これは人間の罪深さというかね、愚かさの結果ですね。どうすれば戦いを終わらせることができるのか、ね、まあそういろんなことが考えられますけど、まずですね、武器を作らないということだと僕は思うんですね。武器輸出の禁止ということを日本はずっとしてきたんです。一応その平和の憲法のもとにね、それを今緩めて輸出しようとしている。でも武器輸出の禁止をしている国はほとんどないです。
武器の輸出で儲けている国がたくさんあるので、世界的にも武器を作らなければですね、もう戦争は起こりません。で、戦いの愚かさを学ぶべきですね。殺し合いによっては何も解決しないんですから。そんなこと分かっているんですけどね。で、もう戦いによらずに問題を解決する方法を考えてほしいですね。戦いによらずに、殺し合いによらずに、まあ、さっきも見せましたけれども、多くの国が紛争してるんです。90以上の国々がお互い その領土のことであるとかで戦争してるんですね。殺し合いによらずに解決する方法を考えてほしいですね。そういうことのためにお金を使ってほしいと思います。でもやはり大切なことは徹底的に許すということですね。非難し合っている間平和は決して訪れません。あの時あんなことをやった、こんなことをやったと言ってですね、お互いにそれを責め合っていたら絶対に平和は訪れません。聖書はそのことにおいて、微塵も譲らないですね。聖書の教えは明確です。互いに忍び合い、責めるべきところがあっても許し合いなさいと言ってですね、責めるべきところはあるんです。あってもということは責めるべきところはあるんです。お互い人間なんですから、不完全なんですから、罪深いんですから。もう過去に遡ったらいくらでもですね、もうダメなこといっぱい出てくるわけですから。だから責めるべきところがあっても許し合いなさいって書いてあるんですね。これが聖書の教えですよ。責めるべきところはあるんだよと。でも互いに忍び合いなさいと。互いに忍耐しなきゃいけないよ。そして責めてはいけないよ。許し合いなさい。結局はもうこれしかないんですね。でもそこに非常に重要なこの許し合うことのできる土台があるわけですね。それは主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。主が許してくださったように、この天地をお作りになった神様が私たちを許してくださった。それも一人子の犠牲という大きな犠牲に基づいて私たちを許してくださったんだから、主は私たちのために忍び、主は私たちを責めることなく、主は私たちを許してくださったんだから、あなた方も許し合いなさい。これは国と国と、地域地域、民族間、人と人、全ての人と人との間にこの大原則が持ち込まれて、全ての人たちがこの教えのもとに互いに許し合うということがもう唯一の解決の方法ですね。お祈りしたいと思います。天のお父様、今日は共に平和を考え、また平和のために祈り、新たな決意をする礼拝を持つことができたことを感謝をいたします。語り部の働きをしておられます伊藤さんを通して、伊藤さんご自身の体験、また学童疎開で被爆された女性の松原さんのお話、それらのことを通して、また新たに私たちは原爆の恐ろしさ、苦しさ、悲しさ、痛み、そういうものを感じました。神様、人間は本当に恐ろしい生き物です。目をつぶって何十万人という人間を殺してしまうことのできる生き物です。しかしあなたはそんな私たちを許してくださいました。あなたから見れば一瞬にして滅ぼしてしまいたいような罪深い愚かな人類でありましょうけれども、あなたは私たちを責めずに、独り子を責めて私たちを許してくださったことを感謝いたします。あなたが私たちを許してくださったのですから、私たちに許せないことはありません。許せない理由はどこにもありません。人間は不完全で多くの失敗を犯し続けます。でもあなたはそれを許してくださった。人間同士がそれを許せなくてどうするでしょうか。神様、この朝まず私たちはそれぞれの胸に
許し合いなさいというあなたからの命令を、あなたからの勧めを受け取って心に刻みます。この中に伊藤さんをはじめとして今でも原爆の痛みを抱えておられる方、またご家族にその痛みを抱えておられる方も大勢おられますが、神様がどうぞその痛みを拭い取り慰めてくださるように、そしてどうぞこの町が悲惨な苦しい思いをした町ですけれども、世界に許しを発信する町となることができますように心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではご起立ください。神は我が力を賛美して今日の礼拝を終わりたいと思います。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる恩愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもちまして礼拝を終わりたいと思います。来週は通常通り第一礼拝からございます。また来週は聖餐式をいたします。